日本人は時間が足りないという人間が多いという。何のための時間だろうか。問題は何のために時間を使うのかということ。子供と過ごす時間か、家族と過ごす時間か、友人と過ごす時間か、あるいは自分の人生を生きる時間か。それなら OK だ。しかし、もっと働いてもっと金を稼ぐための時間が欲しいというのなら、それは消費社会に支配されていると言わざるを得ない。人生は一度きりで瞬く間に過ぎてゆく。人間としての時間をどう使うべきか。人生は時計のようなものだ。ゼンマイはやがて止まる。だから何に時間を使うのか、一人一人が自分に問いかけるべきだ。なぜなら生きることは死に向かうことだからだ。これは変えようのない事実であり、我々の存在において最も大事なことなのだ。私は真新しいことは何一つ言っていない。昔からある思想を述べているだけだ。富が幸福をもたらすと思わないでもらいたい。比較的豊かになると失うことへの恐怖が生まれる。富を失うことの恐れが、お金があっても幸せを感じられなくさせる。失うことを恐れるからだ。これがまさに中流階級の苦悩だ。しかし目標に向かって前進し、戦う者は恐れるものがないので、とても幸福だ。なぜなら希望があるから幸せであるということは、生きていることに心から満足していることだからだ。毎日太陽が昇るのを見て感謝する。幸せとは人生を愛し憎まないこと。しかしそのためには大義が必要で、情熱を傾ける何かが必要だ。経済はなぜ存在するのか。それは不足しているものがあるからだ。100年前には水に経済はなかった。なぜなら水は豊富にあったからだ。しかし今は水にも経済が存在している。水が不足し始めているからだ。経済というのは不足している財をいかに分配するのかということだ。個人も家族も一人では生きていけない。だから政治が必要だ。政治の現状に不満があるのなら何か行動を起こしてほしい。勇気を持って新しいことを提案し立ち上げてもらいたい。それはあなたたちとその後に続く世代のために考えなければならない。子供たちにどんな世界を残すのか、子供が未来だということを忘れてはならない。政治の病気というのは
お金に執着しすぎることだ。政治にも経済的利害関係がある。しかし政治の真の利害はお金ではない。人々から慕われる名誉だ。人生はお金が全てではない。愛情、名誉、それはある人たちにとってはお金よりも価値がある。問題はお金に支配され、お金の好きな人物が政治家になろうとすることだ。これは非常に危険だ。若者は世の中を新しくする希望そのものだ。ただ肉体は若くとも魂が老いていることがある。これも危険だ。この時代を希望を捨てずに生きる一人となれるのかどうかはあなた次第だ。どうか真に幸福な人生を歩まれんことを願っている。